朝鮮総連への破産申し立てすべきということについてお話をしたいと思います。参議院議員の浜田田としてございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の3月11日月曜日、時間が23時10分になろうというところでございます。はい。本日はですね、3月11日ということでございます。東日本大震災のあった2011年から13年ということでございます。 えー、お亡くなりになられました、えー、方々のご冥福をお祈りいたします。えー、ちなみに私はですね、えーまあ、13年前の3月11日は、えーはい、あの海外におりました、中国のですね、まあ、四川省の生徒というところにおりました。まあ、こちらですね、あの卒業旅行みたいな形でですね、えーまああの ネパールでね、あの、ちょっとイベントがあって、えー、そこでね、まあ医学生としてまあ参加していたわけなんですけど、まあその帰りにですね、 まあ、生徒に寄ったという。まあ、生徒でね、あの、しばらくゆっくりしていたんですけれど、まあ、その中でですね、はい、東日本大震災が、まあ、起こりました。まあ、ちょっと日本から、まあ、かっと遠くね、離れていたところで、え、ありましたので、まあ、地震の、ね、あの、そういうウェルとかは当然感じないんですけれど、まあ、向こうでもね、あの、まあ、NHK がね、まあ、見れるわけですよ。まあ、向こうのね、ユースホステルにいたんですけれど、ということで、もう、とにかくね、あの、まあ、 まあ本当にね、あの、大変な状況でありながらですね。まあしかしね、あの、日本行きの飛行機がですね、まあすぐに取れないというか、飛ばん、とと飛,飛んでないんですよね。はい。なので、まあちょっと変えるのも少し時間がまあかかりましたね。まあ何日かちょっとずれて、えー、まあ変えることになりました。まあその時ね、私、医学部のまあ6年生で、まあ卒業は、 まあ、卒業式をね、まあ、控えていたところだったかなとは思います。まあ、ちょっとね、あの、はい。 なかなか、まあ大変なところでございましたという、まあちょっとね、昔話でございます。まあこれに関してはですね、また別の機会でもまあお話できたらとは思います。ということで、ちょっとね、あの今回の本題はですね、まあ朝鮮総連へのまあ破産申し立てということについて、まあお話をしたいと思います。こちらもで、あ、こちらについてはですね、まあ国会議員では松原仁さんがですね、まあ立憲民主党をね、離党された松原仁さんが、まあ国会でもね、あの何 何度もまあ質問をまあされて、えー、おられると。で、まあ、あの朝鮮総連のね解体に関してはですね、あのまあ、こちらは立憲民主党の,、ね、あの太り秀氏さん、ね。あの 確か、神奈川の衆議院の選挙区で甘利明さんに小選挙区で勝った方ですね、が国会で言われております。立憲民主党でもそういう朝鮮総連解体せよという話が出ているという、そういうのはちょっと驚きかなというところですね。あとですね、自民党だと和田正宗さんが こういうい、ね、い活動をされているとまあ認識をしておりますあのもしね、ほ他にもこういう議員さんいるよというです、ね、情報がありましたら、まあ、情報を、えー、コメント欄にいただけたらと思います。で、まあ、この問題についてはですね、えーまあ、私も、えーまあ、ちょっとねあの、そんな勉強できているわけではないのですが、まあ、あのやっぱり国会で取り組むべきことかなという、えー、そういう問題、認識はまあ,あります。で まあ、あの、ちょっとね、あの、デイリー新調にですね、あの、記事が、まあ、ありましたので、えー、ちょっとね、あの、そちらを紹介したいと思います。2017年の記事になります。で、まあ、ちょっと画面切り替えますね。はい。えー、こちらについてはですね、あの、この問題に、まあ、お詳しい第一人者と言っていいのかな、あの、加藤健さんという方のね、あの、記事になります。はい。まあ、概要欄の方にね、またリンクの方を貼っておきますので、あの、まあ、あ ぜひね、あの見ていただければと思います。えー、整理改修機構へ910億円の、まあ、支払いを命じられた朝鮮総連。だが彼らは一向に、えー、払う、従う気配がない、えー。それなら法にのっとって、えー、破産させればいいのだというですね、まあ、記事になります。まあ、記事をね、私がまあ全て紹介するわけにはいきませんので、まあ、ちょっとね、あの記事のまあ一部をですね、えー、紹介させていただきます。 はい、2017年8月2日、東京地裁は在日。 朝鮮人、総連合会、朝鮮総連に対して、910億円の支払いを命じる判決を下した。朝鮮総連の元にあった、朝銀信用組合の不良債権のうち、朝鮮総連が代理人の土屋、公権弁護士を通して自身の借り入れであると認めた債権が627億円で、遅延損害金を合わせ910億円となったのだった。日本国民は、 超銀破綻で公的資金1兆3453億円、国民一人当たり1万円以上を負担させられている。えー、これは、えーそう こうした不良再建が原因だ。朝鮮総連側は控訴せず判決書の送達を受けた2週間後の8月19日に判決が確定している朝鮮総連は日本国民、整理改修機構 RCC に対して910億円を返済しなければならないということで、まあ、記事の途中ではありますけど、この辺りにとどめたいとは思います。まあ というわけでですね、まあ、発端はですね、まあ、超銀、えー、信用組合が、まあ、破綻したと。で、それにですね、まあ、公的資金が、まあ、投入されたという、まあ、その額がですね、まあ、1.34兆円ということで、まあ、すごい額ですよね。で、まあ、整理。<laughs> はい、失礼。整理回収機構がですね。まあ、あの、回収を、まあ、しようと試みているんですけれども、まあ、現状はですね、まあ、1割も回収できていないみたいなね、えー、話ですよね。ということで、まあ、そうであれば、まあね、破綻、破産させるっていうのは、もうね、妥当な、うん、まあ、話ではないかなと思いますけれど、まあ、なぜね、あの、政府が、ね、破綻をさせないのかということについては、もう、すごい、あの、疑問には残るところであります。もちろんね、あの、はい、あの、 債務がね、まあ、めちゃめちゃでかいので、まあ、回収できる見込みがあるならですよ。はい、まあ、それはね、あのまあ、破産させないという、まあ、手もあるのかもしれませんが、現状ね、えーまあ、そうめどが立っていないのであれば、まあ、破産させるというのは、うん、まあ、妥当な選択ではあるのかなとは思いますけれど、まあ、日本政府はね、あのなかなかまあ及び腰しということで、 ではあります、まあ、国会の答弁ではね、ねこの朝鮮総連をねあの政府申し立て、まあ、破産宣告を、まあ、の裁判所に、ねあのまあ、要求するというのは可能かどうかというのをですね松原仁さんがねあの質問をされて、まあ、法務省側は、まあ、一般論ではありますけど、まあ、できるというですね、まあ、答弁は引き出しているわけでございます。まあ、これはそうですねあの まあ、かつて自民党の長尾隆さんがね、あの、政務官だった時に、まあ、ね、決定されたとか、まあ、そういう話もまあ聞きます。ということで、まあ、これに関してもはですね、まあ、ちょっと国会でもね、あの私もまあ取り上げていきたいと、えー、思います。ということで、まあ、明日の総務委員会ね、あの、冒頭、えー、北朝鮮による拉致問題を取り上げる、うまあ、そのね、流れで、まあ、この話もね、あの、しようかなと思っております。ということで、明日ね、3、3、えー 総務委員会がありまして30分の,、ね、あの質問時間をいただいておりますので、まあ、あの結構あの前半の方で、まあ、質問、この質問を取り上げようと思います。はいまあ、あの質問になるのは2時、た、まあ、多分午後の、ね、2時台だと思います。えーまあまあまあ、とりあえずは、ね、そんな感じでございます。はい、ということで、まあ、皆さんでね、あの ご意見をお寄せいただけたらと思います。ということで以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。